医療法人ワールデントワールデント TV で です。今日はお口の健康手帳についてお伝えします。日頃自分の口の中をじっくりと見たことはありますか？自分の口の中を鏡で見たことがない、見てみても奥の方をしっかり見ることができない、そんな患者様がたくさんいらっしゃいます。お口の健康手帳はご自身では分かりにくいお口の中の状態を分かりやすくファイルで示している診断書です。当院では患者様皆様にこちらの診断書ファイルをお渡ししています。中身を開けてみると、実際に虫歯診断書といってお口の中の状態をイラストで把握することができます。他にも歯周診断書といって、実際に歯周病の状態がどのように進行しているかなどを数値上で合わせて見ることが可能です。他にも写真であったり、このようにレントゲンを見ることで実際に今後の治療計画などを一緒にお話ししていきます。メンテナンスでは実際にお口の中を染め出しをして汚れが残っているところを一緒に確認したり、ホームケアについての重要性をお伝えすることが可能です。このファイルを見返すことによりお口の中の状態を把握でき、今後虫歯や歯周病になりたくないという気持ちが強くなっていきます。そのような気持ちに沿った治療やメンテナンスができるように私たちも全力を尽くし努めていきます。三重県四日市市は暁大歯科、名古屋市熱田区は熱田の森歯科で検索していただければ詳しい情報をご覧いただけます。概要欄にも載せていますので、ぜひぜひご覧ください。